ライオネス・アスカは、日本の元女子、プロレスラー、タレント、実業家。本名は、北村智子。東京都練馬区生まれ、埼玉県蓮田市育ち。パーフィットプロダクション所属。蓮田市立黒浜中学校を経て、埼玉県立蓮田高等学校を中退後、1980年に、全日本女子プロレスに入団。同年5月10日に、同期の奥村ひとみ。 下間美代子との共栄戦でデビュー。後にリングネームを改めて、長与千ぐとのクラッシュギャルズで一大ブームを巻き起こす。1981年には全日本ジュニア王座。1982年には全日本シングル王座を獲得した。1984年8月にはクラッシュギャルズがフォア世界タッグ王座を獲得。さらに同年8月、炎の聖書で歌手デビュー。 1989年春に現役を引退。引退後は女子プロレスの解説をしながらタレント活動を始め、1990年にはのぞみウィッチーズで映画デビュー。また、日本自動車連盟の国際永久ライセンスを取得し、カーレースにも出場。1994年11月に行われた全女の東京ドーム大会にて女子プロレスラーとして現役復帰。 ジャガー・横田、バイソン・木村とと共に、ライディー・アレイを結成するが、ブランクと、向上選疾患による、体調不良から思うように試合ができず、苦しい日々を過ごす。その後、吉本女子プロレス JD にフリーとして、戦いの場を移し、ブランクと、向上選疾患を克服し、ヒールに転向。イーグル、サワイヤシャーク・土屋と組み、JD のみならず、FMW や、 LLPW でも活躍の場を広げる。この時期に幾度となく繰り広げられた井上京子とのハードコアシングルマッチは評価が高い。1995年には WWE の PPV サバイバーシリーズに出場し、モンスターリッパーやアジャコングとチームを組んで井上京子やチャパリーターサリラとの激戦を全米に披露。 1998年12月27日後楽園ホール大会にてガエアジャパン初登場。1999年4月4日、9月15日に行われた長与千草との二度にわたる静舌なシングルマッチを経て2000年3月12日に再結成を宣言。2000年5月14日に行われたガエア旗揚げ5周年記念有明コロシアム大会で クラッシュ2000として再始動。この有明大会での観客動員数は8000人を超え、クラッシュ復活を見ようと観戦バスツアーも組まれた。その後は、アルシオンに参戦し、浜田文子からクイーン・オブ・アルシオンのベルトを奪う。アルシオン消滅後は主にガヤに活動の場を戻すが、首の故障により2004年11月3日の後楽園ホール大会で引退を発表。 翌年2005年4月3日、ガエアジャパン横浜文化体育館大会にて引退。現在は銀座で会員制スナックを経営したり、ガオラなどでの解説を主としてタレント活動している。2017年8月には両膝の人工関節手術を行った。ありがとうございます。